トゥーズラ島の位置ウクライナから見たトゥーズラ島。トゥーズラ島は、ケルチ海峡にある島である。クリミア半島にあるウクライナの都市、ケルチの管轄下に置かれている。島は、しばしば侵食される岬や砂浜からなっている。面積は3平方キロメートルで、長さは6.5キロメートル、幅は500メートル近くしかない。トゥーズラ島は、1925年の湿によって、侵食され、 ロシアソビエト連邦社会主義共和国のクラスのダール地方のタマンスキー半島から続くような狭い岬状の形になってしまった。1941年1月7日、ロシアソビエト連邦社会主義共和国最高議会の決定でクリミア州へ編入された。その後、1954年2月19日にはクリミア州は、 ウクライナソビエト社会主義共和国へ編入された。1991年、ウクライナが主権宣言をして独立すると、クリミア州のトゥーズラ島は独立したウクライナの領土となった。ソビエト連邦の崩壊後、独立したロシア連邦とウクライナとの間には、いくつもの領土問題が生じたが、この島も軽装の地となっていた。特に、 2003年から起こったトゥーズラの紛争は大きな問題となったが2005年7月にロシアがトゥーズラ島とその海域がウクライナに属することを承認し解決した2012年7月12日には両国首脳会談にて島の領有権がウクライナ側にあることが再確認された2014年クリミア危機の結果ロシアによる一方的なクリミア半島編入が宣言され それに伴い2014年3月21日に、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相はもはや、ケルチ海峡の領土問題は、ウクライナとの交渉の対象ではないと述べ、現外に、トゥーズラ島のロシア貴族を宣言した。2015年10月1日、ケルチとタマンを結ぶクリミア大橋の中継地点として、ロシア本土と接続された。2015年現在も島は、ロシアの実効支配下にある。 ありがとうございます。